はい、皆さん、こんにちは。岸と申します。本日は光る君第15話の予習解説をお届けいたします。市販されております公式ガイドブックにあらすじが掲載されておりまして、それらをより情報を整理、要約した上で事前にお届けする動画となっております。セリフの一言一句までの抽出でもございませんので、営業妨害の目的はなく、この動画をご視聴いただいた方がより本編を楽しめるという目的のもとで、毎年やっていくことでございますので、本日もそういった需要に応えるために分かりやすく整理をしていければと考えております。まあ、一部ですね、予習というか、ネタバレ一切したくないって方がですね、復習目的で、ご活用いただいているという事例もあるようでございますので、その辺はご視聴者の皆様、それぞれご自由にご活用いただければと思います。本日も全部で4つお話しさせていただければと思っておりまして、まず簡易ダイジェストということで、まあ、大体15分から20分ぐらいの動画になりますので、冒頭のところでまずシンプルに、1、2分しか動画見たくねえよって方のためにですね、簡易ダイジェストからお届けできればと思っております。今回なんですけれども、まあ、前回、やはり大きな、このドラマの中でのターニングポイントとしてもですね、藤原の兼家が、亡くなったということでございますので、結構パワーバランスが今回からがっつり変わるわけでございまして、まあ前回最後ですね、ナレーションでも示されておりましたけれども、長男で後を継いだ藤原道隆がですね、やはり暴走を続けてしまうというのが今回も描かれていきます。そんな中ですね、前回は兼家の死というのが一つのターニングポイントでしたけれども、今回も一つすごく大きな、なんていうの、変革じゃないの、まあターニングポイントみたいなものがもう一個、起きまして、それがですね、ここまでというか、まあ前回もですね、まあかなり自暴自棄状態になっていたですね、あの道金くんがですね、更生するというのが今回でございます。そしてですね、まあ、桔梗という名前でですね、非常にインパクトを残している、後の清少納言ですけれども、今回、ついに清少納言という名前がドラマの中で正式に与えられる形となります。そしてですね、主人公の真宙さんの方はどういう風な話になるかというと、2話前から登場してきた沢さんとですね、近江へ旅行に行くというようなシーンになります。まあ、沢さんが誘っている形ですね。なんですけれども、ここでですね、ちょっとある事件が起きまして、真宙がどうこうじゃなくて、沢さんがですね、心を閉ざしてしまって、まあ、自暴自棄になって、真宙に対する当たりもちょっときつくなると。これ、真宙何も悪くないですけども、まあ、ちょっとそういったことが起きますよと。で、なんですけども、その、まあ、自暴自棄になったというか、まあ、真宙と沢さんの心の距離が離れて、ちょっと沢さん待ってみたいな感じで、真宙が多分、沢さん追って感じに道中で、ね、なるみたいなんですけども、なんかその道中で河原の方に行ったらですね、ご遺体がこうもうゴロゴロ転がっている状態で、それがですね、まあ京周辺で流行り始めている疫病のまあ前兆というか、まあその前触れとしての伏線として今回最後にそれが描かれるという形となります。言い換えるのであればですね、疫病がこれから流行るというその入り口の部分が今回描かれるわけですので、まあこれはですね、まあ我々も経験した新型コロナもそうですけれども、そういった疫病というのが、まあ世の中で蔓延するっていうふうになると、一個人として云々と同時に、やはり祭りごとを取り仕切っている者たちがそれに対してどういうふうに立ち向かっていくか、どういう対策をするかっていうことが大切になるわけでございますので、そこへの伏線、つまりところ、道隆はこれにどう対応するのかっていうような入り口が今回描かれると。で、そこまでですね。で、それへの疫病の対応に関しては、来週以降のようでございますけれども、今回はそこまでが描かれるという形となっております。じゃあ、まあそんなドラマでございますけれども、今回じゃあ、どこに私は注目してみようかなっていうところなんですけれども、やはりですね、兼家が今回更生すると、もちろん今までやらかしてきたこと、第1話で主人公の母親を殺していることを含めて、やらかしてきたことっていうのは、それはまあね、罪を償ったとしても消える事実ではないわけですよ。ではあるんですけれども、ドラマとして見たときに、兼家が心を入れ替えるという意味で構成することによって、道隆が今までふわっとしてるけども、前回から暴走をいきなり始めて、その道隆がより冷酷に映るというのがドラマのコントラストとして、今回注目のポイントかなというふうに思っています。で、その冷酷に映る、なんなら道隆の意見とかもなかなか耳にしないでですね、身内を、まあ道隆を含めてですけど、身内を優遇するような祭り事をしている道隆が、その疫病という今話した不測の事態にどう立ち向かっていくのかっていうのが我々は予想をして今回終わるという感じかなと思います。で、あと、ガイドブックの文字上は本当1、2行でしか書かれてないので、どういうシチュエーション、どういうセリフになるかわかんないですけども、清少納言の誕生のシーン絶対面白いと思うんですよ。もう桔梗さんがですね、絶対面白いコメディエング的な面含めて面白く見せてくれると思いますので、まあ、そこは楽しみにしております。
で、まあ、ひろとさまさん大事件に関して、まあ、これが今後、なんか今回だけ見ると、これどういうつながりになっていくんだろうってところまでまだ見出せてないんですけれども、ここは映像で見たときに、今後これがどういうふうに物語の中で機能していくのか、言い換えるのであれば伏線的になっていくのか、否かってところをですね、ドラマを見ながら見極めていきたいなというふうに個人的には思っております。で、今回登場する人物、基本的には新キャラは大きくは出てきませんけれども、真宙、沢さん、そして兼家、亡き後、道隆、秋子、道兼、道長の4兄弟、まあ、それから高階の高子、藤原の貞子、桔梗清少納言。で、おそらく智子さんも今回通常通り出るでしょうという感じです。あ、出ますね。確実に出ます。で、新キャラではないんですけれども、俳優さんが子役から大人バージョンに変わるのが一条天皇でございまして、塩野昭久さんに今回から変わりますので、一条天皇のビジュアルが変わりますよっていうところは頭に入れておくと混乱しないかなというふうに思います。じゃあその上でストーリーを少し紐解いていければと思いますけれども、全部で9つにストーリーを分解しております。まず激怒する秋子ということでございまして、これどういうことかと言いますと、まあ、道隆がですね、暴走を始めたわけでございますけれども、前回その道隆によってですね、中宮が変わるというふうになりまして、まあ、貞子を中宮にしたんですよね。それによって皇后が変わるというふうになったので、3日後の話になるんですけれども、まあ、一条天皇の母である秋子、つまり道隆からしたら道隆の妹ですね、がですね、その役目を終えて言うならば、内裏の外に追い出される形となります。まあ、引っ越しさせる形となります。で、道隆は口ではですね、なんかね、いい感じに言うんですよ。これより帝は中宮様の、未来になりますと。帝と中宮様の未来、これよりって秋子がね、どうぞご安心の上、ゆるりとお過ごしくださいませっていうふうになんかね、中でのお勤めはもうなくなりますので、平穏になりますよね、みたいに言ってんだけど、ふざけんじゃねって感じなので、秋子からしたらもう道隆に激しい怒りを覚えるって形ですね。はい。で、道長が支える人ということで、これどういうことかと言いますと、予告映像に、この道長がお支えいたしますみたいな感じの、まあ、シーンが入っているんですけれども、誰をってなるわけですね。え、道隆支えたらなんか共に破滅するけど、史実上破滅しねえじゃん、どういうことなんですけども、これ道兼なんですよ。で、ちょっとセリフ多めにここは抽出しておりますけれども、こんな感じでございまして、まずですね、町田啓太さん演じる藤原の金藤がですね、道長に助けを求めに行きます。何の助けを求めに来たかというとですね、なんと道兼が金藤の屋敷に居座っていて、5日も出ていかないで酒に溺れているっていうんですね。まあ、これはですね、金藤がね、まあ、金藤のお父さんがですね、今後ね、兼家亡き後は道兼がトップになるかもしれないっていう誤った予想をしたがゆえに、金藤が道兼と今後ズブズブできますって事前に言っちゃったから、道兼もその金藤に頼っているって、よりどころとしちゃってるっていうところでの、まあ、不運はあるんですけれども、とにかく5日も出ていかねえ、しかも酒に溺れているので、ちょっとまあ大迷惑なわけですよね。なので、そのお兄ちゃんをですね、連れ出そうという形で道長が行きまして、まあ、連れ帰ろうとするけれども、もううまくいかないんですね。でも自分なんてみたいな感じのことで、ボンボンボン、まあ、なんか半分怒りだけれども、かなり悲壮感漂う感じで言っているようなんですよね。で、なんですけども、道長がすごくいいことを言います。兄上はもう父上の操り人形ではありません。己の意思で好きになさいませと。そしたらですね、道がね、こんなこと言うんですね。ならば自分の代わりにトップになった道隆の首を取る。摂政の首が取れたら未練なく死ねる。浄土に行けずともこの世ともおさらばできるって涙ながらに言うんですよ。これ確かに悲壮感漂ってますよね。道隆の首を取るっていうと、うわ、なんかまたここでも対抗心燃やしてんのかっていうと、実はそうではなくて、首を取って自分が変わるってここのセリフでは言ってないんですね。もう首を取ったらもう自分はこのまま死んでいいっていうふうに言っているので、まあなんかもうメンタル崩壊してますよね。メンタル崩壊してる感じだなというふうに思います。まあ、それに対して道長は、私は兄上にこの世で幸せになっていただきとうございます。兄上は変われます。変わって生き抜いてください。この道長がお支えいたします。ここが予告編にあったところですね。で、続けてこんなことを言います。しっかりなさいませ。もう父親はおらぬのですからと。なんなら言うならば、俯瞰してみたときにね、道兼が自暴自棄になったりとか、それこそ怒りをね、こう示したりするっていうのも、結局父親のその兼家の支えがあるし、兼家の家柄だからこそ好き勝手できたっていうのもあるわけですよね。
だけれども、それがねえんだから、お前自暴自棄にしたところで本当にもう後ろだって何もねえよっていうから、道長からしたらお前も後ねえぞと、いい加減にしろやというのを優しく言ってる感じですよね。でですね、この言葉がまあ響きました。道兼に響きまして、思いを温めるようになり、代理での務めにも励むようになるということでございます。まあ、ですので、まあ、来週以降の、まあ、シナリオを私読んでますけれども、この道兼がここに心を入れ替えるっていうのは事実です。これフェイクでも演技でもなくて事実です。ってなった時に、来週言った通り疫病の話になってくるので、そこで道兼がどういう立ち回りをするかってところはちょっと面白そうですね。で、一方でさ、はい、心入れ替えました。道兼心入れ替えました。先ほど私申し上げた通り、道隆の悪っていうコントラストがよりこう鮮明になるわけでございますね。道隆はですね、道兼には、まあ、復活したので、まあ、一応内大臣の地位を与えますよ。で、息子コレチカと道長を権大納言に任命して、さらに、まあ、兼家の、道隆とすると異母兄弟になりますけれども、まあ、道綱と、あと均等も三位となる形で、言うならばですね、まあ、道隆と仲がいい、もしくは頭を下げてくれる、まあ、そういった公家ばかりを、位をですね、上げて、で、身内びいきが過ぎるというふうに、まあ、周りからも思われているだろうという形で、道長は自分自身もそこには入っているけれども、ちょっとさすがにこれはやべえんじゃねえかなっていうふうに思っているという感じでございます。そしてですね、ここに来て、信徳君びっくりということで、高杉真宙さん演じる太郎君こと、藤原信徳、真宙の弟でございますけれども、なんと信徳君ですね、大学寮の難関試験に受かりまして、あの信徳くんですよ。あの太郎くん。勉強が苦手で、父親がね、独立するときに言った言葉もほとんど理解できずという、あの信徳くんがですね、難関試験に受かるんですよ。おめでとうございますって感じですね。で、まあ、ひろ一家もですね、みんなでお祝いをするんですけれども、まあ、ひろはですね、まあ、要は、みんな変わってったんですよね。それこそ、道長も、まあ、いろいろあった上で、智子と結婚して、子供を産まれっていうことを含めて、周りが本当にこういろいろと変わっていってるのに、自分自身がなんかずっとこう、まあ、それこそ7、4年前、その道長と最後別れをした時から何も変わっていないっていうふうに、で、文字を教え始めたけど、それもうまくいかなくなっちゃったしって形で、自分を情けなく感じるっていうような、なんか一人だけ取り残されてる感っていう悲壮感がどうも、演技としても見れるそうだなというふうに思いますよね。はい。そして、やはり桔梗は桔梗で前進しておりまして、清少納言誕生ということで、まあ、高階貴子はですね、まあ、娘の貞子に、まあ、一条天皇と今、なんか、睦まじくね、一条天皇の、帝の信頼も得ているわけでございますけれども、それだけでは不十分だと。で、貴子はですね、中宮様にふさわしい監視や我が子の巧みな、賢く、美しい女房を増やしますということで、まあ、言うならば、そのね、立ち振る舞いとしてはね、帝の、信頼も得ているし、合格点だけれども、あんたもっと賢くなりなさいと。いう形でございまして、まあ、その家庭教師にあたる女房を増やすということで、それにの候補というか、そこに、アサインされるのが桔梗でございまして、桔梗を招いて貞子の話し相手兼家庭教師になるように命じます。そして桔梗は貞子本人から清少納言という名前を授けられて、ここに清少納言が誕生するという形でございます。紫式部の前に清少納言がここで誕生するわけでございますね。はい。そして、関白となる道隆ということでございまして、道隆は摂政から関白に変わります。まあ、言うならば、一条天皇を大人と認めて、摂政という、まあ、帝の代わりの務めるところからですね、あくまでも貴族代理の中の人間としてのトップに変わるという形です。で、一条天皇を、要はこういう形にして大人と認めることによって、まあ、子を儲けてほしいという願いも持つわけでございますね。でですね、まあ、そんな中で、まあ、話がいろいろと進んでいくわけですけれども、道長がですね、いろいろと朝廷の中のですね、まあ、お金周りのチェックをしていたらですね、貞子の関連品に朝廷で多額のお金が使われているということを知ります。で、これ別に貞子が悪いんじゃなくて、道隆がそれを認めたりとか、貞子の要はその立ち振る舞い、さっきのその清少納言の件もそうですけれども、あるとか、その帝の要は、ね、妃としてっていう形で、関白自ら、まあ、元摂政自らですね、その辺の出費に対して認めているという形なので、それに対して、ね、民が苦しんでいる中においてお金をジャブジャブ使うのはいかがなもんなんでしょうかみたいな形のことを多分、
道長が言うんじゃないかと思うんですけれども、まあ道高苦言を聞く耳を持たないんですけど、まあ、前回もそうでしたけれども、道長のことをうざいとは思ってないんですよね。ただ有能な人物だから、まあ、異を唱えることに関しては右から左へ聞き流してスルーして、自分のまあ政の政策に関して使えそう、交渉役として使えそうな時には道長に命令をするっていう、まあ、言いように使われている感じの場合。ちなみにその晩にですね、智子の父である、源正信、今回で、ね、亡くなる形となります。で、左大臣16年も務めまして、まあ、74歳まで生きたので、まあ、一つの当時で言うと大往生に当たると思いますけれども、亡くなるという形でございます。で、気晴らしの旅ということで、ここでやっと真宙さんがっつり登場。まあ、信則とかでちょっとは出てますけれども、今回の本編の中ではやっと主人公的な、立ち位置で出てくるのがここでございますけれども、まあ、冒頭で話した通り、真宙は佐賀さんから近江の、石山寺への旅に誘われます。読み方は石山寺であっておりました。で、紅葉の、まあ、秋のですね、石山寺について、2人は部屋に、入るんですけれども、なんか別の部屋からですね、まあ、叱る声というか、まあ、声が聞こえたので、まあ、表に出てですね、ちょっと話をしてみます。そしたらですね、その相手、なんと藤原の安子だったんですね。これは要は、兼家の、もう一人の奥様である財前直美さんが演じる人物でございますね。で、安子は、陽炎日記の著者。これも実際ドラマの中でももうすでに明かされていますけれども、で、あるわけなんですけれども、真宙はですね、この陽炎日記を愛読していたので、とても感激します。まあ、要はね、我々も例えばレストランで食事をしていて、隣からなんか別にうざくはないけど、まあ、声が聞こえて、はって見て、すいませんって話しかけたら、それがなんか自分の、なんつうの、自分が好きな漫画の漫画家だったみたいな、小説の小説家だったみたいな感じなので、みたいな、あの人ですかみたいな感じに、こうなってですね、話をするわけでございます。で、真宙からちょっとこう、はってなると、こう、多分ガツガツいくところがあるから、いろいろと話をしたんでしょう。そしたら、安子はですね、まあ、陽炎日記に関してはね、まあ、それこそ兼家との赤裸々な日々みたいなのを書かれているわけでございますけれども、まあ、それを公にすることで、読者がどうではなくて、自分自身が、性としての痛み、書くことによってそれを癒していたっていうふうに言うみたいですね。でも、ってことは、読者は読者で、性である読者たちが読んだ時にはきっと共感を得ていたので、今現代までそれというのが記録が残っている、語り継がれてきているっていうような形なのかなと思いますけどね。で、そこでですね、なんか叱る声がしたっつって、道綱がここでやってくるので、ちょっとここがどういうシチュエーションも私わかんないですけども、息子の道綱が、やってきますけれども、ここで問題が起きます。もうこの2行で察してください。澤さんは、ね、上地さん演じる道綱を見て、あ、この人素敵ってなるんですね。そんな道綱は、真宙を見て、この子素敵ってなるんですよ。はい、地獄です。はい、地獄です。仲のいい真宙と沢さんが三角関係にこれにてなってしまうわけでございます。そして事件が起きます。もうこのドラマ最悪の事態何度目だって感じですけれども、最悪の事態です。その晩ですね、まあ、部屋で休む形でございますので、真宙と沢さん部屋で床につきます。なんですけども、真宙はまあ、なんか寝つけずに廊下に出て庭を眺める。そのタイミング、最悪のタイミングですけれども。で、道綱が真宙たちのその壺ね、部屋にやってまいりまして、寝ている沢さんを真宙と勘違いして、これ映像でもありました。まあまあ、覆いかぶさるぐらいまでかな。こう、まあ、要は抱き寄せる感じと、ベッドインみたいな感じのですね、シーンになるわけなんですよ。で、それに対して沢さんはですね、起きたらですね、そこに道綱がいるわけですね。なんで、もうこのまま受け入れようと、する感じだったらですね、道綱の顔をよく見たら、真宙だと思って沢さんを抱こうとしてるんですね。あれすまぬ。間違っておった。最低っす。もう今回もう上地さんのイメージがもう失墜するんじゃないかって感じですけども、まあ、そんなこと言うわけですね。で、道綱は慌てて逃げていくという形です。で、自暴自棄と疫病ということで、まあ、そんなことになると沢さんは笑わなくなり、まあ、真宙への態度も冷たくなりますよと。真宙悪くないんだけどね。で、帰り道も無視したり、感情を爆発させたりと、まあ、情緒不安定、自暴自棄になる。で、沢さん、こんなこと言うんですね。私には再起もなく、殿御を引きつけるほどの見栄えもなく、家にも居場所はなく、もう死んでしまいたいと。まあ、なんかもう自暴自棄ではありますけど、でもなんかそういうふうに現代人でも思うとかありますよね。なんかどこにも居場所がなくて辛い時って人間誰しもあるので、なんか結構共感は呼ぶ感じなのかなと思いますけれども、でも真宙からしたらどうにもならない、理由も知らないし、どうにもならないんですよね。
で、サナさんはもう一人こう、スタチでこう歩いていって、まあ、広がる社長待ってっていうふうになるんですけれども、川辺の方にかけていったらですね、まあ、まひろ慌てて追っていくんですけれども、川辺に着いた、まあ、土手みたいなところに着いたらですね、もう息を飲むような光景がそこには、悪い意味でね、広がっていたと。川辺には遺体が転がっていた。まあ、公共放送の映像なんで、そんなにグロテスクには描かないと思いますけれども、まあ、でもなんかご遺体がいっぱいあるような感じで映すんでしょう。そう、ここでですね、ナレーションなのかなと思いますけど、ここは、まあ、この頃から今日近辺では疫病が流行り始めていたという形で、これで終わりという感じでございます。まあ、ですので、今回に関しては、真宙の方の話っていうのはちょっと少なめにはなりますけれども、真宙自身や自分自身が停滞しているっていう中で、自分に対して若干こう引き目を感じているっていう状態がありつつ、でも後半は後半で沢さんが、その男性を引きつけることもできないという形で同じように引き目を感じているというところがあるので、でもその2人は最後のところの通り共感し合えるゾーンにはいないという形なので、でもなんかそこが結局今後何かしらの、まあ、それこそドラマの中で、なんか伏線になっていくのかなというふうに思いますよね。そして表の方で道隆が暴走している中において、まあ、今平時だとした時に有事状態、疫病という有事が迫ってきているわけなので、この暴走身内びいきの道隆が来週以降どういう振る舞いをするのかっていうところは、まあ注目になってくるのかなと。で、その中でやはりポイントとなるのは、まあ道長もそうですけれども、道兼が一応今回更生して、今までのことは一旦置いといてね、一旦置いといて更生をするので、それによってさあ来週、この3兄弟プラス秋子、4人はどういうふうに疫病に立ち向かっていくのかっていうところ、そしてその中でこう意見が対立した時にどういう振る舞いをしていくのかっていうところにつながっていくという上ではですね、今回代理で起きる様々な権力闘争、道隆を中心にですね、我々見極めていくと、より来週以降も堪能できるんじゃないかなというふうに思います。本日は以上となります。こちらのチャンネルでは様々な角度からですね、光君への解説をしておりまして、まあ、歴史解説チャンネルじゃなくてドラマ解説チャンネルなので、その意味で歴史系 YouTuber の皆様の他の動画と、合わせてお楽しみいただけると思いますので、もしよろしければチャンネル登録の上、ぜひですね、今後もご視聴いただければと思います。他にも有料メンバーシップで先行公開やこれから限定動画なども配信していきますので、リピート視聴者の皆様はそちらもぜひご検討いただければと思います。本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。